イヤホンガンガンゲームします。イエーイ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 。あ、まずグループ名。あ、そうですか。どうしよう、グループ名。クマが大好きです。クマクマ、クマ好きだよな。いいね、大好き。おお、クマ組みたいな。え、あるの。え、クマにもクマある。ここにもクマある。クマだよ。クマだよ。可愛いよね。あ、いい。クマもガール。レアチームガール。いいんじゃない？じゃあメモってみよう。はい。で、挨拶。ケーキいっぱいの歌です。毎月ぶっこけます。リーダーの人なのです。じゃあ、毎月こけんの。それじゃあ、一言添えて名前言って、最後にレアチームガールですって言って、確かに、なんでクマにしたんってなるよね。うん、確かに。ヘアチームガールズですって。みんなで。そうしようか。イヤホンガンガンゲームをしていこうと思います。イエーイ。それでは、レッツゴー。 OK。 めっちゃいい。やったの。レッツゴー。レッツゴー。いいね。え、言われてないの。すごい。めっちゃいいよね。どうするよ。ベスティ、レアチームガールズでーす。イエーイ。1ヶ月で1回は必ずこきます。中学1年生リーダーのひなのです。写真を撮ってて飽きちゃったらすぐに変顔をしてしまいます。小学4年生のうたです。毎日ゲームをしてます。小学5年生ゆずきです。テレビの番組表は全て頭の中に入っています。中学1年生るかです。私たちウェアチームガールズです。私たちが今回やるのはイヤホンガンガン伝言ゲームです。イエーイ。私からリール説明をしたいと思います。まずはじめにスタッフさんにあらかじめ考えてもらっていたお題をうたちゃんが聞いて、それからイヤホンで音楽を爆音で聞きながら、だんだん言葉を伝言で話していきます。そして最後に私が聞いた言葉と、キタちゃんがスタッフさんから聞いた言葉が合っていればゲームは成功です。それではみんな頑張りましょう。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 それではレッツゴー。じゃんけんに勝って喜ぶジャイアン。もう一回。じゃんけんに勝って喜ぶジャイアン。え、いいかな。ジャイアンがザリガニが勝って、ザリガニ、ジャイアンが勝って、ザリガニを勝って食べる。ジャイアンが勝って、ザリガニが勝って、ザリガニ勝つ。ザリガニ勝って食べる。オッケー。ザリガニ、ザリガニを勝って飼う。オッケー。オッケー。ザリガニを飼って飼う。ザリガニ、ザリガニを飼って飼う。ザリガニを買って買う。ザリガニを買って買う。あ、え、どうですか自信のほどは。え、ない。ない。え、結構ある。どう自信のほどは。分かんない。あ、じゃあ先に言うやつ。ザリガニを買って買う。ザリガニを買って買う。ジャイアンに買ってジャイアン勝つ。じゃんけんにじゃんけんに勝って喜ぶジャイアン。もう一回戦、次は誰かやりますか。じゃあ私最後やりたいです。あ、じゃあ任せました。お願いします。お願いします。じゃあ帰り道に出会ったピンクラッチ TV。 メイク道具。帰り道に買い物して出会った買い物ピンクラッチ TV。 え、わかんない。帰り道に出会った割り箸割った。ちょっと待って、わからん。ピンクラテ TV。 水色のテーブル。オッケー。割り箸を割ったら水色のテーブル。え、もう一回もう一回もう一回。割り箸を、ザリガニを割り箸を割ったら水色のテーブル。割り箸を割ったら水色のヘビ。水色のテーブル。テーブル。
割り箸を割ったら水色のテーブル。水色のテーブル。オッケー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 。割り箸を割ったら水色のテーブル。帰り道。テーブル。帰り道。割り箸を割ったら水色のテーブル。オッケー。オッケー。オッケー。じゃあ、どっから？どっちから？え、帰り道に出会ったピンクラテティ。え？え、じゃない？割り箸を割ったら水色のテーブル。割り箸を割ったら水色のテーブル。ここいつも一緒。帰り道に出会ったピンクラテティ。え？強い強い中学生大丈夫か？すごいやだーやだー手文字イエーイが、はい、じゃあ今日の動画はここまでです。皆さんどうでしたか？楽しかった？楽しかった？ありがとうございます。引き続きね、投票も概要欄に貼ってあるので、皆さんそちらからみんなの推しを投票してください。お願いします。お願いします。よかったら高評価押してくださると嬉しいです。せーの。